スウェーディシュラップフンドとは、スウェーデン原産のマキシカ用、反引用の犬種である。なお、本種の死役の一つである、マキシカ犬の鹿というのは、トナカイのことである。7000年前に存在した犬の直系の子孫で、北欧原産犬種の中では1、2を争うほど古い古代犬種である。世界のスピッツタイプの犬種の源流であり、古いタイプのサモエドの子孫であるとも見られている。 ちなみに、北欧原産の犬種で成立した年代の古さを争っている犬種は、ノルウェーの北極海諸島原産のノルウェージアンパフィンドックで、それは最後の表記からの生き残りであるとも言われている。しかし、それはあくまでパフィンドックの先祖の犬種のことであり、パフィンドック自体はおよそ6000から5000年前に犬種として成立したのではないかと考えられている。そのため、 パフィンドッグはズバ抜けた北欧最古の犬種ではないとされているが、いずれにしろ、スウェーディッシュラップフンドと肩を並べるほどの古い犬種であるとされている。ラップランドに住んでいる、サミ族によって何千年も飼育されてきた犬種で、家畜のトナカイを移動させるマキシカ犬として、走り回ったり、犬ぞりを引いて、主人家族の足となったり、猟犬として様々な獣を飼ったり、家やトナカイを、 泥棒から守る番犬として働いている。また、稀ではあるがなくなった本種の毛皮を使って、コートの襟やフードを作ることもあった。万能な作業犬で、性格も良いため、原産地でもとても大切にさせている。スウェーデンケネルクラブには1944年に、ハリー号というオスのスウェーディッシュラップフンドが展示されたことなどにより、犬種として公認され、 北欧諸国に輸出された。フシーには1946年に公認犬種として登録され、北欧以外にもこの名を知られるようになった。もともと変地の作業犬であったためにどの世界大戦による大した被害は受けず、年々その数を増やしつつある。近年は消毒区としてだけでなく、ペットとしても飼育されるようになった。スピッチタイプの犬種で、 頭部の形は日本犬にややにる。小さめの立ち耳、ふさふさとした長い飾り毛を持つ薪尾で、コートはロングコートで密度が高く、二重構造で厚い。このため、寒さにはかなり強い。顔と足先の見毛が短い。毛色はジェットブラック。体高は、オス45から50センチメートル、メス40から46センチメートルで、体重は 私有とも29から2 1ラムの中型犬。性格は穏やかで勇敢だが警戒心が強い。体力は大型犬並みである。ありがとうございます。